皆さん、こんにちは。1990年代に大活躍し、なにわの女王と呼ばれ、WBC 世界バンタム級王座のタイトルを獲得した天才的プロボクサー、辰吉丈一郎さん。その魅力的な個性から今でも人気なのですが、壮絶な生い立ちの過去があります。息子の逮捕、病気や嫁、現在の活動とともに詳しくお話ししていきます。波乱万丈な辰吉さんの生い立ちは、1970年、昭和45年5月15日に岡山県倉敷市で生まれ、最終学歴は倉敷市立安治野中学校。現役時代の所属ジムは大阪帝拳ジムです。本名は辰吉丈一郎さんで、世間からはなにわの丈の愛称で親しまれています。辰吉さんの両親は生後間もなく離婚しています。そのため父親である久米次さんが生まれたばかりの子供を一人で育てることになりました。父は被服工場で洋服職人として働いていていましたが、育児を優先するために短時間勤務にしたことによって収入が減ってしまいました。そのような環境であったため、親子二人で貧しい暮らしをされていたそうです。辰吉丈一郎さんは当時の父親について、もともと貧乏だったのですごいケチ、ティッシュとかも3、4回同じものを使うとインタビューで回想しています。しかし久米次さんは父親として、そのような貧しい中でも子供を立派に育て上げました。尊敬するボクサーはおらん、唯一尊敬して言うたらわしの父ちゃんやけど、と後に辰吉さん自身も尊敬する人物として父親の名前を挙げています。子供から尊敬されるということは、父親としては一つの勲章とも言えるものでしょう。その教育方針も独特で、辰吉さんが5歳の頃いじめてきた相手に抵抗して殴った時も、間違っていない、自分を信じなければならないと教えたと言います。いじめられていたということ自体も驚きですが、それに対して無視したり叱るのではなく、自分を信じろと教えることは波の父親にできることでないでしょう。そうした久米次さんの教育が後の世界チャンピオンを作ったのかもしれません。一方、辰吉さんの母親は彼が生まれた後すぐに父親と離婚をしています。なぜ幼い子供の前から去ってしまったのでしょうか。辰吉さんの母親は彼が生まれて間もなく朝帰りを繰り返すようになり、その後離婚へと至ったそうです。生まれたばかりの子供がいるのに朝帰りを繰り返すとなると、一般的には良くないことだと言われてしまっても仕方がないですが、現在では育児ノイローゼなど出産後の女性に対して様々な悪影響が出てくることが知られています。そう考えてみると、一方的に母親を悪者にするわけにはいかないかもしれません。母親にの中にも葛藤の感情があったのでしょう。辰吉さんとしては物心がつく前にいなくなってしまった母親ですから、さぞ複雑な思いがあるのではないでしょうか。自分は捨てられてしまったと恨んでしまっていたとしてもおかしくない状況ですが、驚くことに辰吉さんは後に、産んでくれてほんまに感謝していると母親に対して感謝していると語っています。ネガティブな出来事も飲み込み乗り越えていく辰吉さんの器の大きさを感じさせられるエピソードです。辰吉さんは後に妻となるルミさんと大阪府守口市にある彼女の実家でもある喫茶店で出会ったといいます。第一印象は生意気な女だと思っていたそうですが、徐々に二人は惹かれ合っていきました。そして結婚まで至ったことを考えると、辰吉さんのような勝負の世界で生きる人間にはそのような強気な女性が良かったのかもしれません。奥さんのルミさんは1966年大阪府生まれ、高校卒業後に家事手伝いをしながら女性トレーナーを目指して大阪市内のボクシングジムに入門しています。当時の丈一郎さんについてルミさんは、とても人懐っこかったと話しています。またその頃からルミさんは、辰吉さん世界チャンピオンになると言ってたのを根拠はないけど信じてたと話しており、その頃から丈一郎さんが世界一になると確信していたようです。辰吉さんが WBC 世界バンタム級王座獲得した際、
ルミさんのお腹には新しい命が宿っていました。その時にリング上で自分の名前ではなく父の名前を呼んだ錠一郎さんに対し、ルミさんは嬉しかった。自分の名前を呼ばれるのより泣けた。だから好きになったんだろうなと語っていました。お互い信頼し合っているお二人に、これからもお互い支え合って暮らしてほしいです。また二人さんにとって思い出になっているであろう喫茶店ですが、なんと2024年現在は閉店してしまったようです。辰吉さんに会えるかもしれないお店が閉店してしまっているのは残念です。奥さんと素敵な愛を育まれた辰吉さんですが、辰吉さんには2023年現在2人の息子がいます。長男の樹木屋さんと次男の樹木さんです。辰吉さんの息子である2人は幼い頃共にボクシングをやっていたそうです。しかし残念ながら兄である樹木屋さんはボクシングの道を断念することになったようです。弟の樹木さんは2024年現在有望なプロボクサーとして活躍しており、ボクシングファンならご存知でしょう。樹木さんは兄の影響でボクシングを始め、幼い頃からプロになると決心していたそうです。父親の影響というわけではなく、4歳上のお兄ちゃんがやっていたからとインタビューできっかけを答えています。将来的には父に並び超えるようなボクサーになっていくのか注目が集まっていますが、2015年8月に同府貝塚市沢の府営錦の浜公園で友人らとバーベキュー中に、隣のグループの20代の男性会社員に何見てるねんと因縁をつけ、男性の下顎を拳で数回殴り骨折させ重傷を負わせたとして大阪府警貝塚署に逮捕されています。イライラしていたと容疑を認めています。息子の樹木さんの活躍に注目が集まる中、辰吉錠一郎さんは現在病気と噂されています。結果としては真相は不明ですが、以前辰吉さんは1991年に網膜剥離を患います。網膜剥離とは眼底の網膜に穴が開き、そこから網膜が剥げる病気で、放っておくと剥離が全体に広がり数日で失明することもある病気です。原因として眼球を打撲したことによるものと、加齢により網膜が内側から引っ張られるものがあります。辰吉さんは眼球の打撲だと思われ、その結果 JCB のルールにより試合ができなくなり、事実上の引退の危機にさらされ、暫定王座も返上されてしまいます。辰吉さんは網膜剥離を治すために長期入院、1993年に手術が無事成功し、医師から完治したと診断を受けました。その後1994年7月2日に JBC 管轄外のハワイ戦で復帰戦を強行します。WBC 世界バンタム級14位のホセフィノスアレス選手に KO 勝ちを決めます。その結果プロボクサーとして活動可能な健康状態を取り戻したと判断され、 WBC から返上していた暫定王座を再び与えられています。 JBC も特例で辰吉選手の現役続行を許可しました。このような困難を乗り越え、辰吉さんは無事に現役のボクサーとして活動を再開できるようになりました。その後 WBC 世界バンタム級王座統一戦にて薬師寺康英選手に惜しくも敗退しましたが、さらなるスキルアップのため渡米してラスベガスにてトレーニングに磨きをかけたそうです。また最近では視聴者から辰吉選手はパンチドランカーではないかという声も上がっていますが、確実な情報は見つかりませんでした。パンチドランカーとは頭部への強い打撃のダメージが蓄積して脳震盪を起こし神経に異常が出てきてしまう病気です。症状として注意障害や失語障害、記憶障害などがあり、ボクサーの 20% が患っている病気で、平均的にボクシングを始めてから約15年後に発症している人が多いようです。辰吉さんにパンチドランカーが発症していると疑われ始めたのが、辰吉さんが44歳の頃に上映された映画ジョーの明日、辰吉錠一郎の記者会見の時です。以前の彼の話し方とは違い、ろれつが回っていなかったり声がこもっていたりしていて、視聴者から心配の声が上がっていました。また歯並びも悪くなっていて、何か病気を患っているのではと話題になりました。真相は分かっていませんが、
序列が回っていないのと歯並びも何か関係しているのでしょうか。加齢によって歯並びが悪くなったり、喋り方もどもってしまう人もいるので、一概に病気とは言い切れませんが心配になります。明確に病気との表明がされていないため、過去の怪我の印象から現在でも病気なのではとの世間での噂が残っているようです。辰吉丈一郎さんは現在も4度目の世界チャンピオンを目指しトレーニングに励んでいます。辰吉丈一郎さんの現役時代の戦歴ですが、アマチュアボクシング戦歴は19戦18勝18 RSC1 敗、プロボクシング戦歴は28戦20勝 14KO7 敗1分けと好成績を残しており、1991年に日本プロスポーツ大賞受賞、1991年、1997年、1998年に報知プロスポーツ大賞ボクシング部門受賞、1991年、1997年に日本プロボクシング年間最優秀選手受賞など様々な賞を受賞しています。また辰吉選手は本も出版しており、2011年、それでもやる、2015年に魂の言葉などの本を出版しています。購入者からは買ってよかった、言葉の説得力が違うなど高評価を得ていました。病を患いながらもリングに立ち続けた辰吉丈一郎さんは、2003年に JCB のライセンスを年齢制限により失効しますが、ノーライセンスのまま復帰戦を行っていたり、トレーニングを続けていたりと、まだまだリングに立ち続けたいという熱い思いがうかがえます。現在は序列が回っていなかったりと心配されていますが、無理することなく再びリングに立つ日に向けてトレーニングに励んでほしいです。辰吉丈一郎さんの現在の年収は、自分の現役時代に稼いだお金で暮らしていて、解説者としても活動しつつ現在もトレーニングに励んでいます。なにわの丈が全盛期の頃の1994年世紀の一戦とも言われている薬師寺康英さんとの試合でのファイトマネーが破格の1億7000万円でした。他にも一郎との CM 共演のギャラも高額だったと言われています。辰吉さんの愛車がレクサスで、世界に一つしかないカスタム車というのも有名です。全盛期に数々の壮大な試合をこなしていた辰吉さんは、現在は贅沢しなければ今まで稼いだお金で生きていけると発言されていました。また現在は愛弟子の育成にも力を入れているようです。辰吉さんの現在の愛弟子は京口博人さんで、彼は2016年にボクシングのプロデビュー果たしました。その後デビューからわずか1年3ヶ月でプロ8戦目で IBF 世界ミニマム級王座に輝いた話題の選手です。京口博人さんは1993年11月27日生まれ、フライ級、通称マッドボーイ、右ボクサーファイターで大阪観光大使も務めています。その後の2017年の大晦日に挑んだ初の防衛戦では、同級3位のカルロス・ブイトラゴ選手へ序盤から辰吉直伝の左ボディで主導権を握ります。8ラウンドにラッシュしたところにレフリーが入り TKO 勝利、辰吉さん直伝の左ボディが決め手となったのではないでしょうか。京口選手はデビューから9連勝で初防衛を成功させています。また翌年の2018年に、まずはこの階級で敵なしになってベルトの価値を高めることが使命とコメントし、さらなる飛躍を目指して現在も日々奮闘されています。最近では2023年9月22日にジャーベンママ選手に KO 勝ちし、2024年5月11日にビンスパラス選手に惜しくも判定負けしていました。今後も辰吉さんの下で着々と力をつける京口選手の今後の活動にも期待が高まります。いかがでしたでしょうか。辰吉さんの生い立ちはとても波乱万丈なものでしたが、偉大な父親である久米次さんに育てられ、世界チャンピオンにまで上り詰めました。そして家庭人としても夫婦円満で、お子さんもプロボクサーになったことから彼自身も良き父親として知られています。辰吉さんは現在今も本気で4度目の世界チャンピオンを目指してトレーニングを続けているとのことです。もしかしたら近い将来リングの上で息子である寿一さんとの対戦を見られる時が来るかもしれませんね。
今後も辰吉さんの活躍からは目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。